源の順は、平安時代中期の貴族、家人、学者。佐賀源氏、大納言、源、忠しの彦。佐賀城、源居の次男。官位は、十五以上、野戸守。梨壷の五人の一人にして三十六河川の一人。佐賀天皇の子であった、大納言、源、忠しを外し、その子源至るは、左京大部に進んだ。だが、 イタリの子である今日は正七くらい、仮想等にしか進めず、しかも延長8年には休止している。順は若い頃から小学院において、勉学に、励み博学で有名で、上平年間に20歳代にして、日本最初の分類大辞典和名類受賞を編纂した。監視文に優れた才能を見せる一方で和歌に優れ、天略5年には、和歌書の寄りうどとなり、梨壺の5人の一人として、 万葉集の訓展作業と五千和歌集の先週作業に参加した。天徳四年の代理歌合わせにも出会いしており、様々な歌合わせで藩者を務めた。特に西宮女,後騎士女王とその娘、乗り子内神皇のサロンには親しく出入りし、上限二年の西宮、乗り子内神皇の伊勢国下校の際も軍業に随行している。しかし、 この多彩ぶりは、伝統的な大学寮の記伝道では、評価されなかったらしく、文章制におぎなえされたのは、和歌書よりうど部人よりも2年後の天略7年で、43歳の時であった。天略10年加減法案に任じられると、民部、進む、東宮倉人を経て、広報3年中5位した、下宇佐ゴ森に除任される。広報4年、泉守に任じられる。しかし、 源の孔明のサロンに出入りしていたことが、人気中のアンナ2年に発生した、アンナの変異後の関東に影響を与え、天独2年の泉守る退任後、天元3年に、野戸守るに部任されるまで長い三位生活を送った。なお、この間の天元2年に15位上に除せられている。栄冠元年即居。去年73。最終官位は15以上高、15位上皇、野戸守。 三十六河川の一人に数えられる。直線家人として、周囲和歌集以降の直線和歌集に五十一種が日集している。大変な祭人として知られており、源の純の和歌を集めた四、歌集源の純集には、数々の言葉遊びの技巧を凝らした和歌が収められている。また、うつほ物語、落ちぼ物語、高村物語の作者にも犠牲られ、 竹取物語の作者説の一人にも挙げられる。日付イコール旧歴、尊辟文脈による。ありがとうございます。